大分市の JR 大分シティではバレンタイン商戦に合わせて県の内外から5店舗が期間限定でオープンしています。初出店の店もあり、バレンタイン当日の今日は平日にもかかわらず朝から多くの人がチョコやスイーツを買い求めていました。タルトとチョコを買いました。パパとジージー。女の子が多い学校なのでもらうものが多いのでお返しに買いました。その場で交換みたいな感じです。最近は自分や家族で食べるご褒美としての購入が増えているということで、 JR 大分シティではコロナ禍前を上回る売り上げを期待しています。ご自身だったり、ご家族だったり、そういったところにプレゼントを送っていただくっていうような、流れがありますので、非常に今年は好調に、バレンタイン商戦推移しておりますね。大切な人に思いを届けるバレンタインデー。 JR 大分シティでは今日夜8時の閉店まで駆け込み購入客で混雑すると見ています。